はい、緊急で動画撮ってますけども、小室圭さんっていうのはね、ニューヨーク法律事務所で仕事ないんでしょう、前ね。どのような仕事なら小室さんに任せられるのかと、事務所上層部は頭を抱えていると。その理由は小室さんの経歴に起因する。小室くんが異常な経歴をたどられていますから、任せる仕事もございませんと。 M から JG の謎の経歴ですから、これは何を指したらええんやと。この男にはもう怖くて仕事を任せられないと言われてたわけで、なんで雇ってるんやって思いますけど、まあ本当かなと。本当でしたね。女性セブン、はい、夜のお弁当手配である。重要業務が夜のお弁当手配って、もうそれウーバーの配達員頼めばいいじゃないですか。これ仕事ないってことなんですよ。コピー取りだと。うん。コピー取りと弁当配達を。それ仕事じゃないですよ。うん。適切な言葉を教えてあげましょう。ね。パシリって言うんです。小室圭さん勤務先での重要業務はね、夜のお弁当手配、配達員から受け取る姿と。うん、なんかもうかわいそうになってきたわ。ああ、かわいそうとは思わないですけど、ああ、哀れかな。4月下旬、米ニューヨークで手つなぎデートをしている姿をキャッチされた。エイミヤ家の長女マークさんと夫小室圭さん。その小室さんの勤務先での意外な仕事ぶりが明らかになった。仕事じゃないですよ。パシリだよね。28日発売の女性セブンが報じていると。現在ニューヨークの大手法律事務所に法務助手として所属している小室さん、うん、これで H1B ビザ取ろうとしてるのがね、失笑ですよ。年収600万円程度と見られていて、弁護士資格を取得すれば1年目でも2000万円を超える年収になると報じられてましたが、2月に受けたニューヨーク州の司法試験に2度目の不合格となりましたと。勤務先の弁護士事務所を解雇される可能性も囁かれたが、解雇間近なんじゃないですかね。君には弁当配達ぐらいしかね、させることないんだわと。早く便しなさいよ。不合格判明後も小室さん出勤。もう何しに行ってるんすか。ただ、平日は毎日出勤してるわけではないようで、オフィスに足を運ぶのは週3日ほどのようですと。自宅を出るのは午前10時頃、髪型を後ろで束ねてワイヤレスイヤホンを身につけていると。司法試験に落ちたから、小室さん法務助手としての勤務を継続していると。資料まとめといった弁護士の業務の補佐のほか、コピーや郵便物の受け取りなど雑用をこなしていると。それね、パシリって言うんですよ。コピーや郵便物の受け取りで、資料まとめるってあれなんじゃないですか？紙をさ、ちょっと、トントントンってやって。仕事ちゃうね。中でも司法浪人である小室さんの重要な業務があると、事務所関係者が明かすと。本当この人はちょっと面白いですよね。期待を裏切らないですね。仕事が遅くまでかかることもあるから。そんな時、彼がフードデリバリーに連絡して、夕食を手配してくれるんだよ。受け取りも言ってくれてねえと。これくらいなら試験をパスできなかった彼でも、ノープロブレムだろうと。端的にもう一回言おうか。パシリです。小室さん現在、OPT プログラムを利用し、学生ビザを延長して滞在しているとされて、子供でもできるわけですよ。こんな仕事を。子供に任せたらいいんじゃないですか。だから、子供だったらね、お小遣いあげといたらいいだけですから。マコさんはその配偶者ビザ、雨でもさ、与えておけばいいですから。その配偶者ビザで滞在していると見られていると。当初は司法試験に合格後、就労ビザである H1B ビザを取得する予定だったと見られているんですが、と不合格によって、産卵が狂いましたと。小室さんの学生ビザは早ければ5月に失効すると言われている。お茶組とコピー取りと弁当配達ではですね、これビザは取れないですわな。ウーバーの配達員にでもなったらいいんじゃないですか、小室くん。そのため、2人が5月に日本に緊急帰国する可能性が囁かれていると。ああ、だから本当にこのニュースポストセブンがですね、写真を上げてるわけですが、小室くんがバイクに乗った配達員のこの弁当を持ちに行ってると。そういう姿が撮られてるわけ。これは貴重なショットですね。これぐらいしか仕事ないんじゃないですか、本当に。日本国内では偶然とは思えない動きもある。二人が昨春、結婚から渡米までの約30週間を過ごした都内の高級ウィークリーマンションがオークッドレジデンス青山のことですが、5月後半以降、一切の宿泊予約を停止していると。これ非常に怪しいですよね。また同じとこ泊まるのかは謎ですが、うん、それだとしたらちょっと詰めが甘いと言わざるを得ないですが、このウィークリーマンションは、長期滞在予定の海外のビジネスパーソンなどの利用が多く、何ヶ月も先の予約を受け付けるのが普通なんだけども、直近の予約しかできない状況は不自然だった。公式サイトを見ても、他の旅行サイトで、ホテルを取るようなサイトあるじゃないですか。それを見ても取れないんですよ。絶対取れない。
他のところはどうやら取れると。怪しいよね。改装や建て替えの予定もないと。つまり誰かしらがおそらく泊まるんでしょうな。5月後半以降に、まあ、重要 VIP、ゲスト的な扱いで、重要参考人の間違いだと思いますけどね。他のゲストの予約を止めなければならないほどの VIP が滞在すると見られているわけですと。そのような状況は昨春以来のことですよと、不動産関係者が言っていると。まあそうらしいですね。不動産関係者でも話題になっていると。28日発売の女性セブン。これは買いに行きますか。手つなぎデートの詳細、豊富な詳細と、写真とともに報じる、うん、本日、まあ、文春と新潮、ゴールデンウィーク特別号でしたので、まあ、買ってきましたが、なかなか面白かったですね。うん、文春の方は特に濃かったかな。5月に緊急帰国した場合に、小室さんが要人扱いされる可能性や、と。また警護するんですか、これは国民の金でコピー取りと弁当配達と資料まとめ、うん、トントンってするだけでしょ。整理整頓ですよ。要人扱いするんですか。マークさんの後ろ盾となっている人物の意外な評判などについて、これジョン・ティ・カーペンターさんのことですかね。全5ページにわたって証拠をしてると。はっきりしましたね。これ仕事なんですかね。それね、パシリって言うんだ、小室さん。怖くて仕事を任せられないと。本当にそうなんですね。もう事務所上層部はね、頭を抱えてると。ね、小室くんにはね、もうどんな仕事が任せられるんやと。それが弁当配達でしたというわけですね。これは面白いですね。事実だと分かって面白かったですね。うん。まあ、かつて仕事ないですね。本当にこの人は。取られてる場合じゃないでしょう。さあ、小室さんはどうなっていくんでしょうか。それでは皆様、ご一緒に。地下室。